こんにちは、八ヶ岳南麓ユーライフチャンネルです。本日も当チャンネルの動画をご覧いただきありがとうございます。本日の動画は早朝の気温が低かったので、いつもの絶景ビュースポットに撮影に行きました。撮影日は4月の10日です。気温は0度でした。時刻は朝の5時から行動しました。気温が低い方が空気が澄んで、遠くの山々が綺麗に見えます。まだ山々には雪がたくさん残っています。標高の高い山頂付近では4月の後半でも雪が積もります。その時は新緑の緑が鮮やかな山々に白い山頂が生えてとても綺麗です。この日は早朝に月がまだ残っていました。朝日に染まれゆく早朝の富士山はいつもとても綺麗です。撮影日の日の出の時刻は5時半頃でした。日の出の後は近くの湧水に行きました。最初の湧水は八重門出口湧水です。甲斐小泉駅と大泉駅を結ぶ泉ラインのすぐ脇にあります。あまり有名ではないのでのんびりと過ごせます。水の音が心地よかったのでしばらくお楽しみください。道路のすぐ脇ですが、車の音もせずにとても癒されます。水の量はかなり多めです。ここが水の湧き出ている水源です。水源のすぐ上には大きな2本の木が生えていました。次の湧水は有名どころ三部一湧水です。江戸時代に村々の水争いを解決するために水を3等分にする仕掛けを作った珍しい湧水です。駐車場のすぐ脇には三部一湧水館があります。右から資料室と展望ホール。中央には地域の野菜などを販売する農産物直売所。一番左には蕎麦どころ三部一。ここでは地元で採れた蕎麦粉の手打ち蕎麦が食べられます。ここからの景色は周りの山々が見渡せてとても素晴らしいです。
サンブイッチは公園として整備されていて、さまざまな桜や花が植えられています。花の名前もわかるように看板も出されていますので、とても助かります。4月10日の時点では桜もまだきれいに花が咲いていました。この桜は向川の実相寺と同じ山高神代桜でした。湧水まではところどころウッドデッキの道もあり、とても歩きやすく整備されています。ここは三角形のビオトープです。ところどころに花の説明書きもあり、とても分かりやすくなっています。この時は花の時期にはまだ少し早かったようです。泉までの途中に道祖神もありました。水の音が心地よいのでしばらく楽しみます。この石が水を3つに分けるキーストーンです。ここがサンブイッチの水源です。道路の向こうには大きな遊具のある公園もあります。本日も動画を最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次回の動画もご覧ください。